コーヒー豆のグラインダーミル、コーヒーミルって言って豆をここで引くやつです。カフェの豆も毎週いろんなとこでなるべく買いに行くようにして、今週のコーヒー豆って言って出してますね。今からケイスケさんのカフェに行きます。いらっしゃいませ。ハローこんにちは。おはようございます。コーヒーを飲みに来ました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと軽く自己紹介していただいてもいいですか。はい、吉本興業ピン芸人ハローケイスケです。セイハロー、ありがとうございます。はい、ここ私が週1回シェアスペースでカフェをオープンしてまして、で私が店主で、やってる感じですね。今日はねコーヒーとかって飲めちゃったりするんですかね。あ、もう空いてますから。はいはい、12時からオープンしてるんで。おすすめはちなみに、おすすめはですね、ちょっとメニューを見てもらいます。はい、ハンドドリップコーヒーを私やらせていただいてるんですけど、こちら発泡チジンというシェアスペースでございました。こちらのハウスコーヒー、もう一種類今週のコーヒーっていうの、はい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 、これ私が毎週いろんな焙煎屋さんに行きまして、コーヒー豆を選んで買ってきております。なので毎週違うコーヒー豆、何が当たるかはお楽しみ、来てのお楽しみということで、できればこっちを、あ、そうなんですね。はい、私が足しげく毎週いろんなところに来まして買ってきてますので。あ、ちなみに今週は、はい、今週はですね、はい、あ、ヘル、これは、はい、私がわざわざ買いに行った豆です。どこに。神谷町に。あ、はい、神谷町、はい、のコーヒー屋さん。コーヒー屋さんです。はい、じゃあちょっと早速それいただきたいです。こちらでいいですか。はい、お笑いならじゃあ、はい、こっちでっていう、え、いうのが、まあ、あ、ごめんなさい、まあ、定石通りだとね。はい、こんだけ俺が勧めてたのにこっち頼むとか、はい、温州みかんだよとかいうのが、あの、あ、パターン、セオリーなんですけど、まあまあまあ、すいません、コーヒーでいいです。はい、はい、じゃあコーヒーいただきます。はい、今週のコーヒーレギュラー。あ、すごい、お茶菓子つきます。今日はこちらのオレオです。オレオだ、はい、ありがとうございます。はい、ペルですね。ペル、こちらです。あ、美味しいです。美味しい、はい、お口で合いましたでしょうか。あ、美味しいです。そうだね、ちょっとね、はい、そんなに深入りじゃない感じの豆なんで、はい、ちょっと見ましょうか。はい、これだけ違う。わ、全然違う、うん、こちらが本日の、本日のコーヒー。こちらが発泡チジンのハウスコーヒーですね。ハウスコーヒーですね、これです。アクアニューギニアですね。本当だ、全然違う、すごい。で、コーヒーの自分の好みは、はい、この大体豆の色を覚えとけば、はい、大体
行き着きます。あ、もしこれがどうでした、久保さん、美味しいと思います。さっぱりしてて美味しかったですね。飲め、酸味とか大丈夫ですか。酸味とかあって美味しかったです。酸味があった方がいい、はい、そうですね、若干だったらこれを、はい、1個持って帰る。あ、じゃあ1粒、はい、これをずっと財布かなんか入れといてあの焙煎屋さんで照らし合わすんです。あ、確かに、はい、こうちょっと待ってください、どうしますって言われたら焙煎屋さんで、はい、こうちょっと待ってくださいって言ったら、で取り出してこれぐらいのんがいいんですって言って、あ、はい、確かに、あ、確かに、これちょっとお財布の中入れます。はい、ありがとうございます、はい、これです。おしゃれしついてるからね、そう言うても、あと Wi-Fi もあるし、そうですね、コンセントもあるし、そう思ったら高くないでしょ。そうですね、なんかキスケさんにも会えるし、いいカフェですね。そうそう、はい、まずそれね、はい、そう忘れてた、はい、まずそれ、キスケさんに会いながら美味しいコーヒーも飲めて、 Wi-Fi もコンセントもあるカフェ、もうずっといる話もできるからね。確かに、うん、何でも言ってください、はい、誰にも言えないようなことで、ただ責任を負いかねます。ちょっと試食の米粉パン、はい、今から作ります。はい、ありがとうございます。よかったらこれね、まだね、メニューにないんですが、はい、試食、わ、すごい、食パンをこれトーストね、米粉、米粉、米粉パンのトースト、すごい、まだどういう出し方したらいいかわからないですけど、はい、一応バターを別でつけて、はい、ちょっと召し上がってみてください。ありがとうございます。はい、ちなみになんで米粉パンなんですか。小麦粉とか、あのね、はい、あんまりパン屋さんがないのよね、米粉パン屋が。ああ、そのプレミア感がないですか、米粉パン。確かに見た時に、はい、どんなんだろうっつって、うん、で実際米粉って水分をすごい含むらしいんですよ。だから、はい、外はカリ中はもちっていう食感だそうです。私まだ食べたことないんです。あ、そうなんですか。じゃちょっと家にトースターがないからで、あと、あ、はい、知ってる？バルミューダですね。知ってる？あの美味しく焼ける、美味しく焼けるっていうらしいのがある、はい、すごい、うん、あったかいうちに食べてみてください。はい、はいはい、ありがとうございます。いただきます。美味しい、美味しいです。食べました、初めて。米粉パン、トーストを、食パンをトースターで焼いたパンを食べてみた。確かにサクッとして美味しいですね。あと噛めば噛むほど米の甘みが出てくる。そう、はい、楽しみます。はい、ありがとうございました。食べよう。そもそもなんでこのここで働き始めたんですか。ここですか。はい、ここは昔から知り合いの週1回カフェのオーナーどうですかっていうことでで始めました。やられてどうですか。実際何年ぐらい経ったんですか。今年の1月13日かな、はい、から始めた、はい、もう半年ぐらい経つ。半年ぐらい、あ、半年ぐらいですね、はい。楽しいですか。すごい時間がありますね。時間、皆さん時間があるんで、はい、ゆっくりいらしてくださいって。あ、またじゃあ中尾班のメンバーで遊びに行きます。遊びに、はい、オープン当初、オープン当初ハンドドリップを体験してもらおうっていうコンセプトだったんですよ。はい、はい、でもそれもやめまして、はい、今となってはもう私が入れて出してるんですけど、
当時の名残があるからちょっと見ますか。はい、オープン当初のメニューなんですけれども、はい、ここでここにねハンドドリップで入れる流れって言いまして、はいはい、順番にこうやって、はいはいはい、入れてくださいっていうのをですね、はい、やってたんですよ。ハンドドリップ体験型コーヒー、あ、新しい、はい、楽しんでもらおうと思ってだったんですけど全く需要がなくですね、はい、入れてくれと。もうやるの分からんし面倒くさいから、はい、入れてくれということで、このアイデアが独りよがりだったということが発覚しまして、はい、なんか自己満足になってたなということで、はいはいはい、商売はそれじゃいかないということになりまして今に至るという感じですね。なるほど、はい、歴史があるんですね、はい、すごい。本当はね、はい、自分でハンドドリップ、はい、すればですね、ここでコーヒー豆をお好みの粗さに引くこともできますし、あ、確かに、はい、ここでですね蒸らし時間も変えられますしね、はい、お湯の量も変えられます、はい、要は濃いとか薄いとか、はい、蒸らし時間でお湯の量、あ、言いましたね、はい、さっきね、はい、全部自分好みにできますよっていうことだったんですけれども、はい、私が入れたコーヒーでいいから飲ませてっていうことだったんですね、はい、まあでもいつかこれ、はい、このアイデアまたどっかでできたらなって、面白い思ってますので、よければ中尾飯で、はい、中尾飯カフェみたいな、あ、いいですね、どうですか、行ってみたいです、ね、あの文化祭で、あ、文化祭、確かに、はい、いいですね、ありがとうございます、はい。